皆さんこんこにちはピチです今日はですねあの前回のメンタルの回で、えっと、やった、えー、自分の気持ちを大切にするための「あのアンテナを作ろうの」の、えー、回のワークのですね1週間の振り返り方を一緒に、えっと、やっていければいいなと 思っております、えー、やってくださった方いらっしゃいますかねとどうでしたか1週間やってみて毎日かけましたかそれとも私この間やらかしちゃったんですけど私は忘れた日もありました <laughs> 皆さんはどうでしたでしょうかえっ、ー、と先週分のですね振り返りがまだできてないので、えー、今日は、えー、皆さんと一緒に私はえっ、ー、と振り返りをやっていきたいと思っておりますえっ、ー、とまああの自分であの考えてまあ、ここに感想を書いていただければあのそれで全然いいと思います ただそのどうしたらいいかわからないとか文章が思いつかないだとか、えー、そういった方がもしいらっしゃったらと思って、えー、もしよければあの私のやり方をちょっと参考にして、えー、と書いていただければなと思っておりますそれでは早速始めさせていただきますえっ、ー、とですね私はまず、えーと この1週間の分をすべてえっと読んでいきます。ちょっと皆さんもお付き合いお願いできますか？よいはい、まず火曜日から始めました。私はその日はだえっと体調第一優先で無理はしない。 でえー、と手の震えだったり頭痛もあったりしたけど今日も一日楽しかった無理せず自分の、えー、体調を優先することができたっていうことでもうこの日はもう OK ですよねいい感じで、えーと「水曜日自分の好きなことをやりたい」「楽しんで自分の気持ちに敏感になってみる」 えっと、2回動画アップできた日体中を見つつ YouTube2 回もアップできた、うん、これも楽しめて自分のやりたいことができたのでいいと思いますでえっと次よいしょ木曜日 彼との時間を大切に過ごすそのためにスマホはいじらないたくさん歩いておいしいものもお腹いっぱい食べて幸せだった彼とたくさん話せて外の様子もしっかり見れてモーニングしておいてよかったこれもいいと思います少し体が疲れてるからえー、っとゆっくり過ごす一日 えー、無理せせず体を休ませる。ゆっくり休めた一日だった自分の体に優しくして過ごせたおーすごい <laughs> はい次「サタディー」はい「鉄帳タイムたくさんする日思ったこと感じたことをどんどん書く動画を2本もアップできた」で、えー、と書くことはできなかったけどデコしたりして。 シール帳帳でこったり手帳関連はすごく楽しめた、うん、これってあのどんどん書くって朝立てたんですけどここを書くことはできなかったんですよね。だけど代わりにできたことをここにあの書いてそのなんだろうなあの なんだろう、自分を責めるんじゃなくてできなかったけどでも違うこともできたっていうそのなんだろういいことに目を向けるできたことに目を向けるっていうのは、えっと、こういう書き方はあの、読み返しても読み返した時でもあなんかすごいなんだろうあの。 あやっぱりダメだとかって私ダメだとかっていうふうには思わないじゃないですかなのでこういう書き方をしてみるのもいいと思います何かこう目標を立ててその日うまくできなかった時などはいこれも、OK、はいサンデでゆ,ゆったり彼と過ごす一日体に負担をかけないように互いに趣味の時間を楽しむ。 今日はゆっくりまったりできた1日でしたモーニングの予定通りで最高の1日になりましたもう最高ですねはい私は今週えっ、ー、とあ、先週の私に、えー、花丸をあげましたでですね先ほどもちょっとあの言ったんですけどあのこのできなかった時は逆にできたことを書いてみるといいと思います それと、えっと、今回振り返ってみてできなかったっていうのが多かった人がもしいらっしゃったらあの朝,目標に対し朝の目標に対しての、えっと、できなかったっていうのが多かった人は、えっと、できなかったことは全然悪いことじゃなくて、えっと、そのできなかったことからわかることもあるはずです。 えっと、例えばできなかった理由は体調不良があっただとか、うん、とメンタル的にこう気分が乗らなかったとかあとは違う用事ができて、えっと、そっちを優先させたとかさせなければちょっとあのいけない休養だったとかいろいろ、まあ、あると思うんですそれぞれ理由が。 でそれにもし対応できたんだったらそれはもうできたことになりますしあのとにかくあのできなかったっていうので落ち込むのではなくてできなかった理由を探したり逆にできたことを探したりで,できなかった理由からそこからじゃあ次できるようにはどうしたらいいかなとかあとはその朝の目標で。 ちょっとハードルの高い目標を立てすぎちゃったから、うん、とじゃあ来週は少しあのもう少しクリアしやすいあの目標を立ててみようかなとかそんな風に自分とこう相談しながらあのワクワクする気持ちを忘れないように、えっと、してほしいと思います。 でえっと、この1週間の,この、えっと、今読み終わったものを踏まえた上で、えっと、ここに自分の思ったことを書き出したいと思います。 うまく言葉にできない方は例えば「充実度」とか「達成度」とか「満足度」みたいな感じで3つぐらい項目を書いて「あの隣に星」だったり「にこちゃん」マーク書いてみたりみたいなそんな振り返り方でもいいと思います。とにかくなんだろ読み返して自分で自分によく頑張ったねって。 えっと、褒めてあげてほしいと思いますあの甘やかすんじゃなくて自分に甘やかすんじゃなくて自分に優しく、えっと、あの接してあげてほしいなと思いますそれではちょっと私ここ書いてみますね お待たせいたしました。えっ、ー、と私の今回の感想をちょっとお見せしたいと思います。アップにしますね。はいはい。えー、私の今週の振り返あ先週の振り返りはえっ、ー、と今週からワークをやり始めて改めて文字にして振り返って読んでみると、えー、客観的に。 毎日幸せそうだなって思った実際本当に今が幸せ来週はどんな週になるのか楽しもうっていう風に書きましたこんな感じで、えー、とまた今週も今私続けてるんですけど、えー、とこんな感じで前、えー、と5月の終わりまで質問内容は変えずに ちょっとあのこの質問の。ぼやけちゃうかな。この質問のえっ、ー、とままちょっと5月の終わりまで続けたいと思います。それではですね。振り返りはこんな感じででちょっとえっ、ー、と。えっ、ー、と短めの動画になっちゃいそうなので。 えーと、私がですね過去のきょ去年一番病んでた時か病む前あたりに書いてた手帳をちょっと振り返ってあの皆さんの何だろう情報に一つの情報になればいいなと思ってちょっと。 あの振り返りをしてみたいと思いますあのお時間ある方はちょっと一緒にどうぞ楽しんでってくださいとです、ね、こんなのを書いてました「求める味でわかる体の SOS」えっと「甘いものが食べたい時は疲労が原因」肉「肉魚大豆製品」セキン 大豆製品卵類果物きのこを取るとあのいいんだなとかってこのそれぞれ甘いもの辛いものしょっぱいもの酸っぱいものあと炭水化物ジャンクフード炭酸 氷コーヒーをあの無性に食べたくなった時に体の中で何が起きてるのかっていうのを、えっと、ちょっとあの自分で、えっと、調べてで、えっと、それを食べるようにして体調管理をしてたりしてました。 えっと、多分ネットで調べても出るとは思うんですけどもしよければあのそのままスクショスクリーンショットしていただいてあの書き写したりとかもどうぞしてくださいはい次はあのテレビでやってた心が軽くなる16の方法っていうのをテレ,テレビを見ながらメモをしてましたえっと こちらも1ため息をつく私これため息ついちゃいけないと思ってたんでこの時についていいんだってちょっとおも思ってびっくりしたのをあの覚えてます。それから2分間背筋を伸ばす、えー、と肩とふくらはぎの体操あと不安になった時興奮してるという。 をファーストネームで読んでもらう。6。よく噛む。と7。自分の知らない第三者に話す。これはもうすっごい共感しました。私もあの自分の悩みを身内だったり、友達だったり、彼にはなんかなかなか話せなくて。 あの一人で悩んでたんですけど心療内科に通うようになってその先生と話してからものすごい心が軽くなりましたあのなのであのここからなんですよ私がライブやりたいって言ったのはそのなんだろう あの例えば心療内科に通うのにちょっと抵抗がある方だったりまあ通ってるけどもう少しなんか誰かと話したいとかっていう方のためというか私もそうですしその自分が知らない第三者に話すって本当になんか身軽に話せるというか。 っていうのがすごい私自身あの,あの経験したことなのであこれはあのライブとかでこういうコミュニティを開けたらいいなって思ったのをなんか覚えてますその時から今思えばやっぱりこういうことやりたかったんですね でえー、と8疲れたと口に出すこれも言っちゃいけないと思ってたのでなんかは言った時はなんか初めてなんか「わ言っちゃった言っていいんだ」って思ったのを覚えてますあと「助けて」これもそうですね同じですあと「10」悩みを書いて破る11、えー、週末は違う環境で過ごす12目標を立てない 立って立たん目標を持たないことを目標にするあと ASMR の動画を見る起きたら日光を浴びる15花の画像を見る16今すぐ幸せになれるリストを作るえっていうことですえー、っと でハラミちゃんが言ってたんですけど自分が幸せになれることを追っていくって本当にその通りだなって私も思いましたちなみにですねこのミモザダイヤリーをあの最後まで見てくださってる方はきっとあのお花の画像をあの見てることが多いと思いますそれから一緒にワークをやってくれてる方はあの このコーピングリストハッピーリストを作れてるのでもうこれはもうできてることになりますすごいですね皆さんもうあの2つはできてもしかしたらもうご自身でそれ以上やってるかもしれないので最低2つはできてることになると思いますラッキー <laughs> じゃあ次です あはいこの自分の価値観を知る方法これはですね私が仕事を辞める時に辞めるか辞めないかすっごい悩んででその時にこのワークをやってですねあの自分の価値観を知る,知ることでえっと 自分のワクワクする自分が幸せになれる選択ができるようになったものですなのでこれも皆さんにあのお伝えしたいと思っておりますで実際ですねあのなんかどっかに書いてあったんだよなあこのやめるときに もうすすごい悩んでたんででたよねなんか一から仕事を覚えるのがめんどくさいとか不安でし自信がなかったけど今は違うこれから何でもなれるって思うとワクワクするどんな仲間と出会えるんだろうって楽しみになる,になる心がときめく方に住んでみようよって自分で自分をあの励ましてますね。多分これはあの 悩んで悩んで悩んで仕事を辞めようって決めたばっかりの時に自分で自分を励ましたんだと思いますでこの看護助手っていうのはちょっと興味のある職業だったんでちょっとあの調べたりとかしてみましたあとはあとはそうですねなんか情報になるようなことあるかな えっと。 これ,これはあれですね、ツイッターを見てて、この人のつぶやきがすごいあの共感できたというかあのいい、いい文章だなと思ってメモしたものですね。 これは結構ガチです。メンタルが強い人は比べない、期待しない、批判しないの3つが共通してる。逆にメンタルが弱い人ほど人と比べ、人に期待し、人を批判する。他人に執着しているから人に左右されて心が弱る。僕もメンタル豆腐だったけど3つの意識で平常心になれた。自分に集中したい。もうまさに。 うん、なんだろう私メンタル弱いのでもうなんかなんだろう心にストンとこう入ってきてその当時はで思わずメモをしたものになりますまああのこんな感じでちょっと過去の,あの動画をあ動画じゃない手帳を振り返ってみましたまた何かこういう機会があったらあの 皆さんにご紹介したいと思います、えー。ちょっと余談も入っちゃったのですが、えー、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました、えー。ではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。えー、ピチでした。ありがとうございました。